インドネシアでのスタートプログラムによって、最も印象に残っているのは宗教についてです。お互い異なる宗教なのにお互いの礼拝の時間を気にして歩く。また国家政府によって、祝日がそれぞれの宗教の祝日が制定されているなど、異なる宗教が同じの人が同じ、一つの国の中にいるにもかかわらず、対立するのではなくてお互いを尊重し、また気遣ってあげている、そんな様子が、とても印象に残っています。僕は海外に行ったことがなかったので、一回海外に、大学中に一回海外に行ってみたいなと思っていて、その中で一人で行くのはすごく不安で、たくさんの人とや先生やスタッフの方々がいて、ちゃんと安心した環境で勉強に取り組めるスタートプログラムに応募したのがきっかけです。参加は1年ほど前にスタートプログラムに短期留学したことがきっかけです。そこで多様な考え方を持つ友人たちと交流をし、私の当たり前が必ずしも当たり前ではないということを学びました。その10日間があったからこそ、私は今ここで留学をしています。Keep on, keep on.